ブランサ TV は第307回目のブランサ TV です。先週末はトップチームの試合がありました。その他にもいろいろ試合があったので、それは早速先週末のビデオをどうぞ。もう前に進めないって感じた時に諦めようと思った。魂が願う夢をもう何もできないって、全てを投げ出したくなって、どうしても後ろばかり見てる。だけど選手のインタビューです。エスペランサ FC U14 の池田義人です。あんまりいいゴールじゃなかった、はっきりしたゴールじゃなかったんですけど、押し込んで1点にすることができてよかったです。アルゼンチンから帰ってきて、みんなすごいプレーが激しくなって、すごいボールに執着するようになってよかったと思います。向こうの人はすごい勝とうと、なんかすごいボールに必死に食らいついてきたってことが一番印象に残ってて、真似しようと思いました。これからも、勝つので応援よろしくお願いします。エスペランサ FC U14 の鈴木真夏です。前の試合ではやっぱりパスがアルゼンチンに返ってきてからつなげるようになったことがすごい良かったことで、キックをするときに意識していることはやっぱりキーパーの上を狙うようにしてます。その方が弾いたときにこぼれ球を詰めやすかったり、そのまま入ったりするからです。やっぱアルゼンチンの人たちは全然体の大きさが違くて、日本と体の大きさが違くて、ご飯をいっぱい食べてるんだなって感じたんで、今アルゼンチンから帰ってきてたくさんご飯を食べるようにしています。これからもたくさん点を決めたいと思うので応援よろしくお願いします。天候レッスンコーナー、イエーイ。今回のテーマはこちらです。エストイネル病差っていうのは、私は緊張していますという意味です。ネル病差が緊張、エストイが私がそうなっている現在っていう意味です。皆さんぜひちょっと緊張、試合前とか緊張する時に使ってみてください。今週末の予定です。今週末はエスペランサトップチームの、大事な試合があります。この、1試合を勝って、勝たないと勝負的に一歩近づけないという条件なので、皆さんぜひカモメパークで、エスペランサのトップチームを応援しましょう。よろしくお願いします。今週のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後に来てくれてどうもありがとうございました。その他の試合は最後にチェックしてください。それではまた来週、バイバイ。